皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。あれ、マイクの音量が低いぞ。さっきズームに参加してたからだな。これぐらいの音量だと大丈夫ですか。ちょうどいいぐらいですか。はい、これでいきましょう。はーい。いや、寝る前までたどり着きました、今日も。無事。はい、ということで、いただきます。おいしい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 な。おいしい。この甘みが、最後の後味の甘みがたまらない。バイゼンって美味しいな、本当。美味しい、はい。最近ゲップが出にくいんですよね。はい、ちょうどずつしか出ない。台風来てますね。台風が。紀伊半島大丈夫ですかね、はい、それが心配ですね。まあ、東京の方はまあ雨が降るだけでね、まあ山あいに住んでる方は要注意ですけど、まあ平地に住んでる方はまああのなんかなんとか浸水ってやつ、あのマンホールがボーンって開くやつあれさえ気をつけとけばね、そこまでの大雨にならなければね、はい、まあ大丈夫だと思うんですけどね、はい、停電とか嫌ですよね、停電とかね、はい、こういう時に停電かよってなんか嫌だなみたいなね、はい、いやー台風は怖いですよね、こんなに直撃するとね。紀伊半島ってよくやられてますもんね、ほんとね、はい。高野山の人たち大丈夫ですかね、高野山ね、はい、高野山は木造建築ばっかりですからね、吹き飛ばされ屋根ごと吹き飛ばされたりしたら修繕費がまたお布施集めなきゃいけないじゃないですかまあけど高野山ともなるとね、あのお布施って言ってもね、個人のお布施じゃないですよからね、あの企業とかもね結構あのなんていうか納めてる方々いらっしゃるでしょうからね、そんなに心配はないんでしょうけどね。パトロンがもうたくさんいらっしゃいますからね。はい、そうですね、はい、あ。僕もパトロンが欲しいな、パトロンが。この10億好きに使っていいから儲けてみろって。儲けの 10% をお前にやるよって言われたらもう僕もう張り切っちゃいますけどね。はい、そうですね。はい、そういう人いないですかね、はい、誰かどっかに、はい、募集中です、はい、募集中です、はい、はい、何が募集中だよって感じですけどね本当にもう調子いいんだから、何なんだろうねこの調子の良さは、はい、いやちゃんと仕事してますよ、仕事してますよ、はい、仕事はしてるんですけど、まああんまり時間として働いてないだけで、はい、仕事はしてるんですよ、ちゃんと儲けてるんですよ、今年も儲けましたよ、もう今年は仕事は終わりですよ、もう確定申告終わったらもうこれ以上取引しません、今年は、はい、今年はもう取引しません、はい、もうベストな位置に持っていったんで、何か政治的な問題とか経済的なショックが起こってもこれまでも動かさなかったからですからね、逆に資金投入したぐらいですよ、はい、引かずに逆に買えって感じで買ってましたからね、はい、そうですね、はい、
だから経済が大混乱になって株価がガーンって下がったりしたら買い増ししますけどね。はい。そうですね。チャンスって感じで。はい。5年後、10年後を見届けられない人が売った株を僕が買い占めるみたいな。はい。しめしめみたいな感じになって見せようかなと思いますけどね。はい。そうですね。まあ、そうやって増やしてきましたからね、これまでね。はい。まあ、それは、その姿勢は変えないつもりですよ。はい。絶対に市場から引かない。何ショックが起こっても市場から引かない。これは私のポリシーですからね。そうですね。今のところそれで失敗はしてないので、20年以上。まあ、20年と言わず、100年単位で見てもそうなんですよ。100年単位で見ても分析の結果そうなんですよ。必ず戻るんで、復興するんで、復活するんで、価格が。だったら下がった時に買えばいいじゃねえかということでね。そういうことです。常に口座には余りの金をちょっとだけ置いとくんですよね。さっと買い入れができるように。そういうふうに動くことありますよ。けどそれ5分ぐらいしかかかんないんでね。だから働いてるんですかそれみたいな感じなんですよね。働いてないでしょ、ほとんど、みたいな。いやいや、取引しましたよ。重大な決断もしたんですよ、みたいなことですよ。それでいくら儲けさせたと思ってるんですか、私を、みたいな感じですよね。やっぱり先の先を見通す能力が必要ですよね。ところがね、証券会社とかに勤めてるとね、その年度中に自分が利益を上げないとクビになっちゃうじゃないですか。だから5年後、10年先、5年先、10年先を見通した投資はできないんですよ、証券マンは。この1ヶ月で何千万いけとかって言われるんで、はいって言ってやるんで、もう短期間で利益を上げないといけないんですよ。だから5年先、10年先を見通した投資ができないんですよね、金融マンはね。残念ながら。そこが個人投資家との違いですよ。自分の投資方針を自分で決められない。それがサラリーマンの宿命ですね。私は個人投資家なんで、自分で投資パターンというか、投資の方針、指針、ポリシー、ミッション決められます。そうですね。嬉しいことです。ありがたいことですね。やっぱり自営業でいいなって思いますね。そうですね。まあ、投資の話をしてもしょうがないですよね、今ね。寝る前ですから、もうちょっと楽な話しましょうか。何がいいですかね。もう、台風とパトロンと投資の話しかしてないですけど。本当に自分勝手な YouTube チャンネルだな、このチャンネルはって思ってる人多いでしょう。そうなんですよ。僕、YouTuber じゃないんで。そうですよね。Vlogger なんで。日常生活をただ語ってるだけなんでね。そうなんですよ。別になんか、面白い話、講談とかできないですからね。寛永三年、なんとかかんとかの、何々十兵衛が、柳生十兵衛が、まだ、二十歳も行かぬ頃。とか、そういうことは言えないんですよ。そうなんですよ。声真似しかできないんですよ。何もネタ持ってないんで。そうなんですよね。講談とかね、憧れるんですけどね。そうなんですよ。神田伯山とか見てるとね、もう神田伯山みたいな人になりてえなって。もうあいつただのスケベ親父なんですけど、スケベ親父っていうか、なんていうか、まあ自分で言ってるんでいいんでしょうけど、 ED 兄ちゃんなんで。子供の頃立たなくて悩んでたらしいんで。
で、それがいつの間にか治ったらしいんですよ。はい。ただの ED 兄ちゃんなんでね、あの人はね。はい。治ってよかったですよね。今はね、奥さんも子供もいてね。はい。奥さんから言われてるらしいですからね。あんた講談家になれなかったら、ただの、もうろくでもなしだけなんだからね。分かってんのって。それ分かってから生きていきなさいよ。あんたは今その地位があるからそうやってちやほやされてるだろうけど、あんたただのオタクなのよって奥さんからそんなこと言われてるらしいですよ、はい、まるで僕みたいですよねもう同居人からもうめった打ちにされてますからね、はい、本当にもう一本持ってきます。そうなんですよね。もうちょっとこうテレビつけっぱなしだと流しっぱなし、地上波流しっぱなしだとこうテレビの前にテーブルがあるんでどうしても目に入っちゃうんで、そういう時のためにいい映像を残して撮ってあるんですよ、わざわざ。あの自然系番組とか、あとクラシック系番組とか、あとは映画番組とか CM なしのやつです。 CM なしのやつばっかりです。はい、それを撮りためてるんですよ。で、撮りすぎてるやつから再生してるんですよね、基本的には。で、クラシックはちょっと余ってたんでクラシックポッて流したら、今日はどうも僕の同期にソプラノ歌手なんですけど、今日リハの日だったんですよ。で、リハがまだまだ本番まで遠いんで、まだリハが固まってないんですよ。リハでそのなんていうか形がまとまってない状況でやってるから結構大変なんですよ、皆さん。はい、で皆さん大変ってことは本人も大変なわけじゃないですか。で、それを思い出させるかなんか分かんないですけど、これ以外のにしてくんないとかって言われて、あ、分かりましたとかって言って映画チャンネルに切り替えてそんな感じで、もう何かというとケチつけられる、僕のやることにケチをつけられるんですよね。はい、僕が良かれとしてやったことがケチをつけられて、本当にもう僕はタジタジですよ、本当に。はい、そうですね。だから今日は映画チャンネルを、はい、映画 NHKBS プレミアムで昼にやってる映画を、平日昼にやってるプレミアムシネマっていうやつをね、これ CM がないんでね、はい、楽なんですよね。ただ取り留めとけばいいんだけどね、はい、勝手に積み上がっちゃうんで、はい、で再生ボタンを押しとけばどんどん次の映画次の映画っていっちゃうんで、はい、いちいちリモコン触る必要がないんでいいんですよ、本当。クラシックもね、 BS プレミアムのクラシッククラブっていうのがあってね、はい、まあそんな話はどうでもいいですよね、はい、まあ、まあ、とりあえずケチをつけられるっていう話です。そうですね、そうなんですよ。いや、まあけどね、それもまあ我々の生活をより良くしたいと思って言ってくれてるっていうふうに考えてね、はい、僕は納得してますよ、はい、納得づくですよ、はい、納得づくです。はい、何ら不満はたまってません。まあ、僕の方が年上なんでね、まあ、余裕を見せないとっていうのもありますんでね、はい、そうですね、姉さん女房みたいな振りというか、立ち振る舞いをしてますけど、私の同居人は、はい、実際には僕の方がだいぶ年上なんでね、はい、まあ、だいぶって言っても5つしか離れてないんですけどね、僕の 新記録っていうか最大記録は19歳年下なんでね、はい、付き合ってた人は、はい、まあ、それと比べたらもうだいぶ近いなって感じがするんですけどね。あ、もう、あ、時代が同じだと思ってやばいって感じですよね。話題が合わなかったらイライラする年の差だと思って、はい、そうなんですよね。本当もう年の差が離れてるとね、
逆に楽なんですよね。それ知らないの？みたいな話にならなくて済むじゃないですか。知らなくて普通ってなるんで、はい。だから日本人のその、それは抑えとかなきゃいけないよみたいな、そういうのがないんで、はい。それを抑えてないの？みたいなのが、そういうプレッシャーがないんでね、はい。だから外国人とか、すごい年が離れてるとかだと、すごい楽なんですよ。違いを楽しめる付き合いができるんでね、はい。そうなんですよ。それがあるんですけどね、なんかね、年齢差がね、近いとね、ちょっとね、まあ、彼女がそういう人じゃないからいいんですけどね、彼女が、それ常識だよとか言わないから、はい、それ常識だよって、そういえば彼女から一言も聞いたことないですね。はい。そうですね。そうですね。まあ音楽の人なんでね、はい。音楽の人なんで、そういうのないんですよね、多分ね。みんな人それぞれでいいじゃんっていう世界で生きてきたと思うんで、多分、まあありがたいですよ、僕にとっては。はい、僕変人なんでね。はい、本当。だからそうですね、いい人と出会ったなと思ってますよ。はい、そうですね。歌も綺麗ですしね、本当聞いてて気持ちよくて、なんか音結構音量あるのに隣の部屋で昼寝できちゃうんですよね。はい、できたんですよ、昨日だったかな。はい、結局昼寝できたんですよね。はい、最初昼寝できないかなと思ったんですけど、声が本当にいい声してるんですよね。はい、ソプラノなのに全然キンキンならないんですよね、高い声まで行っても。なんかこう尖ったナイフを包み込むような、こうなんかこう包み込むようなものを含んでこう出ていってるような声なんですよね。なんていうか、はい、芯は通ってるんですよ。芯は通ってるんですけど、なんかこう丸まって出てくるんですよね。なんか不思議な魅力を持ってますね。はい、あれは本当に何て言うか、まあまあだからこそなんでしょうけどね、もう毎月のように主役をもらってきますからね。はい、オペラの、やっぱり声って大事なんだなと思いますね。そうですね。声って大事なんだなと思いますよ、ほんと。もう、ウィーンにいた3年半は、ずっと発声だけをやってたらしいですからね、発声法。発声法だけに費やしたらしいですよ。とにかく、自分の歌を、いい声だね、この人はって思わせるためには、どういう声帯の使い方をすれば、体の使い方をすればいいのかっていうところに3年半費やしたらしいんですよ、先生について。はい、すごいですよね、3年半も声だけを研究するんですよ、自分の体を使って。はい、いや、ちょっと僕にはできないですね、ちょっと途中で飽きちゃうんじゃないかなと思って。はい、はい、なんか途中で飽きちゃうんだろうなと、僕だったら多分途中で飽きちゃうと思うんですよ。はい、やってらんねえよこんなのってなっちゃうと思うんですよ。やっぱり上を目指したい人は、やっぱりそうやって主役とか取っていきたいような人っていうのは、やっぱり自分を完璧に仕上げないといけないっていう、っていうか、まあ、そうじゃないと実際に仕事が取れないっていうのもあるんでしょうね。はい、あの人音域は広いけど声がダメなのよって言われたら、もうかわいそうでしょうがないじゃないですか、よく考えたら。よくよく考えたらそうですよね。あの人音域は結構高い声も出るんだけど声が汚いのよねとかって先生から言われたら、審査員の先生から言われたら、もう元も子もないじゃないですか。
だからやっぱり発声法を学ぶっていうのが大事なんでしょうね、多分ね。はい。そう思いましたよ。はい。だから、まあ、オーストリア行って正解だったんでしょうね。はい。本当。ねえ。僕はね、留学経験とかないんでね、ほんと英語も自分で日本国内でね、勉強したんでね、はい。そうですね、はい。何にも学はないですよ、僕は、ほんとに。もう、学歴も低いですし、はい。ね、知能指数は高いんですけどね、はい。ただね、もう IQ の時代じゃなくて EQ の時代って言われてますからね、はい、ほんと。いくら IQ が高くても EQ が低かったら、チームワークが 取れないっていう そうですね、はい。もう、職域が狭まりますよね、はい、やっぱりね、はい。IQ 高いだけの人はね、はい。そうなんですよね、はい。やっぱそういう意味では、ハーバード大学とかはいい大学だと思いますよ。ジャスティスっていう倫理学、正義とは何かについて1年生は全員習わされるらしいんですよ。もうその科目は絶対に取らなきゃいけないらしいんですよ。はい。ジャスティスっていう正義、せせあ公義。はい。そこで自分の頭脳をどう使わなければならないのかということを徹底的に叩き込まれるらしいんですよね。倫理、はい、正義とは何か、そう、そういうことについて学んで、自分の正義を見つけて、そして人の正義も尊重して、そうやってみんなで力を合わせて頑張っていって成果を上げる、そういう人間にならなければならないということを、とくとくと雄弁な、もう有名な教授らしいんですけど、はい、その人がもう直で講義してくれるらしいんですよね。1年生は全員それを受けるらしいんですよ。はい。だから非常識な卒業生はいないらしいんですよね、基本的に。いなくなるらしいんですよ。非常識な学生がいなくなるらしいんですよ。その講義をちゃんと聞いてればね。だからやっぱり、ハーバードはやっぱりリベラルアーツ教育がしっかりしてるなと思いましたね、それ聞いたときに。はい。そうですね。リベラルアーツは大事ですからね。オバマさんもリベラルアーツの短大出身ですからね。リベラルアーツ行ってから大学に転学してますからね。4年生大学に。はい。やっぱりリベラルアーツはもう、なんていうか、社会的地位が高くなればなるほど重要ですからね。はい。そんなことも知らないのかっていうふうに言われますからね。はい。やっぱり、お里が知れるみたいな感じになっちゃうんで、はい。だから、リベラルアーツっていうのは本当に大事だと思いますよ。本当そうですね。それは思いますね。だから僕もリベラルアーツ、一応、リベラルアーツ中心に大学では講義取ってたんで、まあ、もちろんカリキュラムがあるんで、なんていうんですか、その取れる範囲数は決まってるんですけど、リベラルアーツは結構やったんでね、はい、経済学部だったんですけど、できるだけ経済以外の部分を取るようにしてましたね。はい、取れる範囲でですけどね。だから結構、なんていうか、まあ、教養に役立ってますよ、本当に。教養のある人間に育ちましたよ。大学を出たおかげで。はい。よかったなと思ってますね、それは。はい。まあ、経済学は経済学でね、投資に役立ったんで、結果的に良かったなと思って。はい。はい。結果的に良かったんですよ。はい。まさか自分が投資家になるとは、その時は思ってなかったんですけど、高校卒業するときは。はい。
結果的にね、経済学部出てて正解みたいな。大正解、みたいな感じで、はい。本当良かったですね。はい。そうですね。まあ、何がどうなることかわかんないんで、何事も一生懸命やるのがいいよっていうのは、まあ、ちょっと若者の方がもしこれ聞いてらっしゃれば言いたいことですかね。はい。そう、何がどこで生きるかわかんないっていう。はい。人生長いし、関わる人数も多いんでね、一期一会の人も含めたら。ちょっとズームで話しただけの人からいい言葉いただいたとかっていうのもあったりするんでね。あ、その場にいてよかったなってなるわけじゃないですか。はい。で、そういうのって、そういうふうに自分から動いていかないとその場には入れないわけじゃないですか。だからね、やっぱり何か希望を持ってね、いろんな活動をしていくっていうのは本当に大事なことだと思いますよ。はい。どうせまた無駄話で終わるんだろうみたいな感じで、Zoom のチャットとかに参加してると、得るものあんまりないですけど、と思うんですけど、そうですね。ゲップが出ないなぁ。これ困ったなぁ。そうですね。そう、目的を持って参加することは何事も大事ですね。先生がよく言ってましたけどね、いろんな先生とか言うじゃないですか。意義、目的を持って、いろんな活動に参加することは大事ですって言ってましたけど、あれは本当にそうだなと思いますね。大人になって分かりますよね。子供の時は分かんないんですよね。はい。そうなんですよね。子供の時は、なんていうか、何なんですかね。やっぱりあれですよね。まあ僕の場合はなんですけど、趣味と女の子、趣味と恋愛に生きてたんで、勉強は二の次でしたからね。やっぱり、なんていうか、意義目的って言われても、セックスに異議目的って言われても、みたいな。はい。それはマンネリ化は良くないですけどね、みたいな。それは分かりますけど、みたいな。そんな感じじゃないですか。バンドも別になんていうか、楽しくてやってるだけだって、別にプロ目指してるわけでもないんだから、そんな異議目的とかって言われても、みたいなね。はい。そういうのがあるわけじゃないですか。はい。ねえ。楽しくてやってるだけなんでね、部活みたいな感じなんでね、はい。まあ、部活でプロになる人もいますから、まあ、なんとも言えないですけどね、はい。まあ、実際、東京とかは特にね、大学の軽音楽部出身のバンドなんてたくさんいますしね、もうそれこそ古くで言えば、サザンオールスターズとかね、そうですよね、はい。もう大学の軽音楽部出身のプロはたくさんいますよ、はい。でも別にね、まあ、みんなが僕みたいな人ってわけじゃないと思うんですけど、まあね、意義目的は大事ですよね。意義目的、まあパーパス経営とかね言われてますけどね。はい、パーパス経営って言われてますけど、まあそれもね、中身が伴ってなきゃね、形だけのものでやってるんじゃ全然しょうがないんでね、はい。本当のパーパス経営をちゃんとやっていかないといけないですよね。そうですね。しかしね、これから日本企業はどうなっていくんでしょうかね。円安でやっぱり世界に出ていかないといけないんじゃないですか。英語力鍛えて、
だから英語やっとけって言っただろうって今頃言ってる上司がたくさんいると思いますよ、多分今世の中に。ほらこういうことになってんだよ世の中はって、だから英語やっとけって言っただろうって。英語は、英語と筋肉はすぐには身につかないんだみたいな。マッチョな上司だったらそういうこと言うんでしょうね。英語と筋肉はすぐには身につかないんだよってこうやってやるんですかね。それちょっとパワハラ入ってませんか、先輩みたいな。先輩ちょっとパワハラ入ってませんか、大丈夫ですかみたいな。ね、気をつけてくださいよみたいな。僕たちあなたを訴えたりしたくないんでねって、本当はしたくないんで、だからほどほどにしといてくださいよとかってなるかもしれないですけどね。はい、もう最近何でも逆パワー、何でもパワハラパワハラって言ってね、なんか逆パワハラみたいな感じですよね、ほんとね。まあ、あれもどうかと思いますけどね。なんかやることやってから言えよっていうのは思いますけどね。はい、そういうのはちょっと思いますけどね。はい、なんていうか、もう人間同士の付き合いとしてですよ。はい、やることやってから文句言ってこいよっていう、そういうのはありますけどね。はい、やることやってないでおいて文句ばっかり言ってんじゃねえよって、環境のせいにすんじゃねえよって、その環境で実績出してみるよ、そしたら認めてやるよっていう。まあその環境で、そういう似たような環境で突破してきた人間から言わせたらそういうことですよね。はい、そうです。俺だって下積み時代はあったんだと、そこを突破して今の俺があるんだと、お前も突破してみろよって、俺と土俵、同じ土俵に立ってみろよっていう、そういう気持ちが先輩にもあるんじゃないですか。ちゃんと突破してきて、逃げずに突破してきた上司だったらね。はい、はい、いろんな上司がいますからね。上司って言ってもね、あの昇進した人はいろんな昇進、ね、の仕方がありますからね。はい、運が良かった、環境が良かったっていう人と、実力があったっていう人と、がむしゃらに頑張ったっていう人とかね、いろんなパターンがありますからね。はい、そうですね、本当面白い。まあ僕はもう会社員じゃないんで、はい、もうそういうしがらみとかなんかよく分かんないことはもうどうでもいいっていう感じですけど、はい、横のつながりだけがあればそれでいいっていう感じですけどね。はい、そうですね。そうですね、うん、まあ、これから世の中がらりと変わるでしょうからね、またね、はい、AI 化でね、職を失う人もたくさん増えるでしょうしね。はい、そうですよ。はい、だから本当ね、本当にちゃんと、まあ将来考えて生きていかないといけないですよね。はい、人生設計大事ですよね。どうしていきますか、皆さんは。どうやって生きていきますかね。やっとゲップが出た、待って出た、あー、ゲップが出て嬉しい。やばい、ビールが残り少ない。もう真面目な話だけど終わっちゃう。なんかアホな話ないかな。アホな話、アホな話ってなかなか出しにくいもんっすね。難しいっすね。今日アホなことが何もなかったんですよね。やっぱ電車とか乗らないとダメですよね、東京だったら。東京だったらやっぱり電車とか乗ってちょっとおかしな人とか見て、
ちょっとこんなところがちょっとクスッとなっちゃいましたみたいな話でもあればいいんですけどね。何にもなかったですね。今日は何にもない日でした。本当に。そうですね。まあけどそういう日もあっていいでしょう。たまにはね。もう0時過ぎました。終戦記念日です。終戦記念日っていう言葉は正しいんでしょうか。そんなことも思ったりするんですよね。終戦って終戦の日でいいですよね。終戦の日でいいと思うんですよね。終戦を記念しなくていいと思うんですよね。細かいことですけど大事なことですから、言葉って。人間、言葉で生きてるところが大きいんでね、大きい。全てではないですけど、大きいんでね。終戦の日。そうですね。ポツダム宣言を受諾した日ですからね。ここで終戦ですよ。ロシアの皆さん。9月2日じゃないですよ。8月15日が終戦の日ですよ。サンフランシスコ講和条約が結ばれた9月2日は、それを文書化しただけの日ですから。通知はもう15日にやってますから。北方領土返してください。南樺太返してください。ロシアが弱体化したら日本はそれを強く言っていきましょう。長年の夢を叶えましょう。北方領土を取り返しましょう。ソ連は北海道も狙ってたらしいですからね。もしサンフランシスコ講和条約を結ぶのが遅かったら、北海道の一部もソ連になってた可能性があるらしいですからね。そうですね。そういうの僕はちょっと気にする方なんでね。そうですね。終戦のね、尊徳ね。あれは天皇陛下の声を初めて聞いたっていう人が多かったみたいですね。天皇陛下ってラジオに出てこないじゃないですか、普通。あの時代は。で、あれ、もともと、あれなんですよ。別にその場で喋ったわけじゃないんですよ。事前録音して、それをレコード化して、そのレコード、ビニールレコード、バイナルレコード、それを再生したっていうことらしいんですよね。ちゃんと事前録音のやつらしいんですよね。で、天皇陛下の声があまりにもお高い、甲高いということに皆様びっくりしたらしいですね。で、言葉遣いが難しすぎて、よく分かんなかったらしいです、言ってる意味が。けど、なんとなく感づいたらしいんですけど、皆さん負けたんだなっていうのはなんとなく感づいたらしいんですけど、言葉からはそれを聞き取れなかった方が多かったらしいですね、特に田舎の方は。何を言ってるのかなっていう、この言葉遣いは何なのかなみたいな。そうですね。耐え難きを耐え、忍び難きを忍びって言ってるじゃないですか。甲高いですよね。歌舞伎やってんの？みたいな感じですよね。そうですね。そうですね。あれか、終戦の尊徳って結構長い文章なんですよね。確かね。いろいろ理由とかも述べてたり。
したんでしたっけ？ねえ、確かそうですよ。ポツダム宣言を受諾すること、ね、うん、難しいな。そうですね、ちょっと真似してみましょうか、はい、せっかくなんでね、はい、真似できるかな僕。あ、すごい長い、すごい長い。え、11から20までの、あー、この中の玉音放送ってたった1個なんだ。途中で君が代の演奏とかありますよ。はあ、うわ、長い長い長い、玉音放送長いっす。これちょっと読み切れない。しの耐え難きを耐え、忍び難きを忍びは、もうその中のほんの一部ですね。はい、そうですね、はい、ちょっともう読み切れませんこんなの、はい、間違いがあってはならないんでね、はい、間違いがあってはならないものだと思うんで、神聖なものだと思うんで、はい、本気で言ってるわけじゃないですよ皆さん。ちょっとそれ言っとかないと、あ、この人日本の神話とか信じてる人なのかなって勘違いされそうなんでね、はい、日本の神話好きなんですけどね、別に真実だとは思ってないですよ、はい、物語ですから、あれはギリシャ神話と一緒ですから、はい、いやー、これ長い放送だったんだな。じゃあ君が代を演奏した後、終戦の御事の礼を、天皇陛下の録音版を再生した後、また君が代をやってますよ、はい、それで20分の6が終わったばかりですよ、はい、で玉音放送の解説がついていますね。多分この玉音放送の解説でようやく皆さん何、天皇陛下が何をおっしゃったのかが分かったんでしょうね、現代語訳されたんで、はい、あ、それで、あ、いや日本負けたんだって、戦争終わったってね、喜んだ人と悲しんだ人と怒った人といろいろいたんでしょうけど、はい、そうですね、はい、いや、まあなかなかですね、はい、まあそういう日が、まあ、今日もう0時過ぎたんで終戦の日ということなんですけどね、はい、うん、まあ、最後の戦争、日本の最後の戦争の終戦の日ですからね、はい、終わった日ですからね、まあ、今のところは何かの記念日ということになりますよね、やっぱりね、はい、まあ、次の戦争が起きないことを願うばかりという感じですけどね、はい、まあ、日本の場合はどちらかというと巻き込まれ方が多いと思うんですよね、はい、だからね、あのアメリカと同盟組んでなかったらとっくにやられてたと思うんですけど、日本はロシアと中国に、はい、北朝鮮にも、けどかといってじゃあアメリカがいるから今安全というわけじゃなくて、アメリカ軍がいるからこそ、まあ、台湾に攻撃したときはアメリカが台湾を守ろうとします。
その時には日本は集団自衛権、日米安保条約があるんで、アメリカの戦争に加わります。となると、台湾、中国と台湾の戦争なのに日本が巻き込まれるんですよね。だって、中国は台湾を守ってあげようとするアメリカ軍基地を狙ってくるんですから、そのアメリカ軍基地は沖縄にあるんですから。はい。まあ、ロシアの場合もしかりですよ。ロシアも日本を狙ってくるときには、やっぱりアメリカ軍基地を狙ってきますよね。やっぱり高性能な武器を持っている基地を叩きたい、先に。そうして戦力をなくしておいて、ただの、なんていうか、偵察機みたいな戦力しか持ってない日本の自衛隊に対して攻撃を仕掛ければいいわけですからね。だから日本は日本のちゃんと軍事力をちゃんと持ってないといけないですよね。やっぱその辺がね。難しいところですよね。まあ、なので、いつ戦争に巻き込まれるかわからないところではありますけれども、アメリカと同盟を結んでる以上ね。まあ、けど、だから僕は自衛隊が軍備増強をね、今すごい古い、もうボロボロのところに住んでるってね、見る、いろいろ YouTube とかではね、見るんでね、女子トイレがないとか、まあ、そういうのを改善するためだったら税金上がっても構わないですよ、僕は。本当、高福祉、中負担の国ですからね、日本はね、中負担しかしないくせに高福祉を求めるっていう、本当に。良くない政治体制だと思うんで、もうちょっと税金取っていいですよ。その分手厚くね、保護されるんだったらありがたいことじゃないですか。こんな高度な治療が受けられてね、本当に。それをありがたいと思ってない人が逆におかしいんじゃないかなと思いますよ。なんか世界旅行とかしてみたらどうですかと思いますけどね。バルセロナとか飲めたもんじゃないですよ、水道水。僕は飲みましたけどね。飲む人珍しいらしいんですよ。バルセロナの水は基本的に飲めないって言われてるんで、ガイドブックにもそう書いてあるんで、飲んでも死なないけど、鉄の味がするから飲めたもんじゃないっていう。僕はそれを飲みましたけどね。ケチなんで。シャワーが痛いんですよね、鉄分が多いんで。まあ、いろんな土地があるんでね、いろんな国があるんでね、いろんな民族、いろんな風習あるんで、トイレからなんかから、もう東南アジアとか、もう、綺麗好きのお嬢様、東南アジア行ったらもう、ドン引きしますよ。来なきゃよかったって。ガイドブックに書いてあるのと全然違うとかって言って怒り出すかもしれませんね。やっぱりいろんな国を見ていくとね、日本って恵まれてるなっていうふうに思いますよ、本当に。汚職も少ないし、イタリアとかギリシャとか汚職ばっかりですよ、本当に。賄賂とか、ギャング、マフィアとかいたり、日本の暴力団って結構抑えられてるじゃないですか。それと比べたら日本ってものすごくいい国ですよ。だからなんか、税金高いとか消費税が高いとかって言ってる、それで政府に文句を言ってる人の気が知れないですね、僕は。本当に。あんた、どこと比べて言ってんの？みたいな 感じがしちゃうんですけどね。学校で勉強もしなかったから、お前が給料が安いだけなのに、何に文句言ってんだって。他の国の人たちは一生懸命、もう勉強しようとしてもさせてもらえないぐらい環境が整ってない国に住んでる国の人もいるのにって。それでわざわざ日本に留学する人もいるのに。君は学校を進学することを自分でやめちゃったような人じゃん、みたいなね。そういう人が文句言ってたりするわけじゃないですか。例えばね。例えば例ですよ。一例ですよ。そういう人ばっかじゃないですよ、文句言ってる人は。けどなんかおかしいと思うんですよね、僕はね。なんかもっと政治に責任を持ってほしいなと思って。
だからつまり政治家任せに政治をしていることがそもそも間違っていると思うんですよ。投票したのは自分たちなんですよ。投票しなかった人はもっと悪いですよ。投票の結果、政府が作られ、政府というか議会が作られ、政府が作られ、そして政府が動いてるわけですから。そうですね。だから政治参加についてどう考えてるのかなっていうのは、ちょっとみんなに知りたいところですね。そうですね。選挙行かなくて文句言ってる人とか、本当意味が分かんないなと思って、本当に怒りを感じますね、私は。本当に。まあ、そんな感じですよ。皆さん、選挙に行きましょうね、本当ね。ちゃんとね。そうですよ。国民の権利ですからね。権利を放棄してるのに、文句を言う権利はないですよ。政治に文句を言いたいんだったら、その権利を得たいんだったら、投票をするべきですね。投票しましょう。そうです。本当に。ああ、もう最後か、最初から最後まで今回の一人語りは真面目な話になっちゃいましたね。次は、ふざけた話をしようと思います。エロ話をしようかな。次回は。僕のエロ話は本当に、グロいですからね。皆さん、覚悟して聞いてくださいね。グロいですよ。本当にグロいですよ。そうですね。スカトロはないですけど、スカトロ以外は全部結構、スカトロと SM 以外は結構いろいろやってますから、僕のエロ話を聞いてくださいよ、今度。せっかくなんで。このチャンネルに登録してる方々は特に聞いてくださいよ。聞いてやってくださいよ、僕の話を。まあ、このぐらい言っとかないとね、ちょっとね、ひろきさん真面目すぎじゃないって言われちゃうとちょっと困るんで、僕の不真面目な部分も見せたいと思うんでね、せっかくなんで、せっかく YouTube やってるんでね。ということで、今回はもう、寝ろという指示が、同居人から来てるんで、寝ろっていう指示が来て結構経ってるんで、もう終わりたいと思います。ということで、今回の配信は以上となります。また別の配信、または次の配信でお会いしましょう。さようなら。おやすみなさい。おはようございます。良い一日を。台風お気をつけて。